皆さんこんにちは、Bレジェンド管理栄養士の布目です。今日はですね、皆さんに、ジュニアプロテインのリニューアル、そして新しい味の、発売をお知らせしたいと思います。まずですね、今まで売っていたのがですね、こちらの、ジュニアプロテイン1種類ですね、すくすくチョコ風味という1種類だったんですけれども、まずですね、内容を少し、変えました。まずもともとこの B レジェンドのジュニアプロテインってすごくですね、スペックが良かったんですね。で、何が良かったかって言いますと、まずジュニアプロテインとして売っているものの中でですね、まあ他社さんの商品とか、成分全部見ました。その中でですね、やっぱり、ジュニアプロテインを買われる方というのはですね、まあ、お子様の成長に、まあ、プラスアルファ何かしたいということで、お買い求めいただく方が多かったので、まあ、成長というところにですね、特化したものというふうに考えると、まずカルシウムですね、骨の成長のためにカルシウムが必要なので、カルシウムが、入っていました。で、600mg 入っていたんですけれども、カルシウムというのはですね、まあ、特に中学生の、3年間ですね、こちらが、全ての世代の中で見ても一番カルシウム必要量というのがですね、多く設定されております。まあ、それだけ中学生の、年齢はですね、背が伸びやすい、成長期、にで、そしてカルシウムがすごく大切だということが、まあ、そこからもわかるんですけれども、ね、なので、まあ、600mg 入れてます。ちなみに中学2年生ぐらいですね、14歳の、男子で、1日に必要な、カルシウム量は、1000mg。女子で、800mg と言われているんですが、こちらのジュニアプロテインは、1食で 600mg、摂ることができますので、すごく、高含有なカルシウム量がまず入っているということが特徴の一つです。そしてもう一つがですね、タンパク質ですね。タンパク質というのはですね、まあ、骨の、材料にもなりますし、体のいろんな部分ですね、まあ、筋肉とか、髪の毛、皮膚、内臓ですとか、そういったも爪とかもそうですね、そうですし、本当に体自体の本当いろんなものの、材料にの元になるのがタンパク質なので、タンパク質もですね 11.4g 入れて作っておりました。で、このタンパク質の含有量とカルシウムの含有量、これだけ、入れている、商品というのはですね、他社さんにもありませんでしたので、まあ、すごくそこがですね、まあ、B レジェンドジュニアプロテインというのは、スペックが高いというふうに歌えたのかなと思っております。で、さらにですね、カルシウムという栄養素はもともとその吸収率が良くないと言われている栄養素なんですね。なのでそのカルシウムの吸収率を、上げるために、ビタミン D という栄養素も入れておりました。このビタミン D はですね、カルシウムと一緒に摂ることで、カルシウムの吸収率を上げると言われているので、まあ、一緒に摂ることでね、より、効率よく、カルシウム、吸収できるということで入れていました。で、今度のですね、新しく、リニューアルしたジュニアプロテインをですね、今、申し上げたこのタンパク質とカルシウムと、ビタミン D ですね、こちらのスペックはそのままでですね、さらに、もう一つですね、骨の成長に欠かせない栄養素というのを入れました。それがですね、ビタミン K という栄養素になります。先ほどビタミン D はですね、カルシウムの吸収率を、上げるというお話したんですが、その、 体内に取り込むカルシウムをですね、まあ、ビタミン D で多くして、そしてその多くしたですねカルシウムを今度骨に、沈着させる、骨に取り込む、ために必要なのが、ビタミン K なんですね。なので、ビタミン D でカルシウムの吸収率を上げて、さらにビタミン K で、骨の沈着、骨への吸収を高めることによって、より、無駄なくですね、吸収したそのカルシウムを、骨に変えることができますので、もうこれビタミン K をですね、もう絶対に入れたいなというふうに思って、今回リニューアルを、させていただきました。
なので、まあ、もちろんね、やっぱりジュニアプロテイン、先ほども言いましたが、飲んでいただく方というのは、お子様が、身長がね、ちっちゃくてなかなか大きくならないという、悩みを持った方がですね、お子様に、飲ませていただくことが多かったと思いますので、まあ、お子様の健やかな成長をというところに特化して、商品の方を、作らせていただきましたので、ぜひですね、成長の手助けにですね、こちらのジュニアプロテインをご利用いただければと思います。そしてですね、リニューアルに伴いまして、今までこちらのジュニアプロテインがチョコの一つしか味がなかったんですけれども、今回はですね、さらに2つの味を追加しました。それがですね、ぐんぐんグレープ風味とのびのびいちご風味、こちらの、2種類を新たなラインナップに、加えました。で、こちらのですね、まあ、すくすくチョコ味もですね、味もさらに、美味しく、リニューアルしております。で、もうみんなでですね、試飲したんですけれども、もう本当に美味しくって、で、いちごもですね、ちょっと甘いいちごというよりかは、もう本物のいちごのようなちょっと酸味があって、で、甘酸っぱいという本物のいちごを結構再現している、本格的な味になっています。そしてですね、さらに牛乳で割って飲むと、もうすごく美味しくって、いちごとですね、グレープの方はですね、牛乳で割って飲むと、もう飲むヨーグルトみたいにトロトロになって、すごくそのままお水で飲んでも美味しいんですけれども、さらに、美味しくなってます。もちろんチョコも牛乳で割っていただくととっても美味しいです。なので、ぜひですね、もう味、今まで、他の味も出してほしいというご要望もいただいていましたので、今回、3種類の味で、リニューアルして、発売させていただきます。で、発売日がですね、7月の22日月曜日の、12時から、販売開始となります。で、お値段なんですけれども、今まではですね、こちらのジュニアプロテイン、500g で、販売していたんですけれども、今回はリニューアルして、1袋で 750g、入っておりまして、30食分になっています。そして、お値段がですね、2980円になっておりますので、ぜひですね、こちら、3つの味ですね、3袋、まとめて買っていただきますと、7000円超えますので、送料もお手数料も発生しませんので、ぜひですね、3つの味、一緒にお試しいただければと思います。で、こちらの、まあ、ジュニアプロテインなんですけれども、まあ、750g、30食分入って、2980円ですので、1食あたりですね、100円未満で、お飲みいただくことができますので、もうね、ほんと変なおやつをですね、飲んだりとか、まあ、ジュース飲むよりも、やっぱりこちらを飲んでいただいた方が、栄養がプラスアルファで、取ることができますので、お子様のおやつはですね、まあ、スナック菓子とかそういったあんまり栄養のないもので取っていただくよりかは、栄養があるもので、取っていただきたいと思いますので、それにですね、本当におやつで、飲んでいただけるようなもう美味しい味に、仕上がっておりますので、ぜひですね、おやつ代わりにこちらを1日1杯、飲んでいただければと思います。それでは、今日のですね、動画が良、かったと思う方は、グッドボタンをお願いします。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。